ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。たちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしねえかな。チョッパーは研究熱心ね。おい、サンジ！返事がねえ。ってことは、もう洞窟の中に入ってるみてえだな。俺に任せろ。いた、サンジ君よ。来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でも、コーラなんか作ってどうすんだ？みんなで飲むのか？なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。みんな、いっぺんに行くぞ。
ミルフルールギガンテスコマーノスパンク。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランスクーポン。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流1080ポンド砲。来るぞ。ええ、警戒するに越したことはないわね。いけるか。ゴムゴムの相手にとって不足なし。刀のために捨てる。まずいわね、こいつ強いわ。いいわ、任せて。これを食べて。ロビン、ありがとう。修行にはちょうどいい。邪魔だ。まだやるのか。いいぜ、来な。このまま続けてもいいけど、どうなっても知らないわよ。行くぞ。あとは任せてもらって大丈夫よ。やっと俺の出番か。俺に任せろ。思い出せ。39。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。うおお、サンジ、飯。
行くぞ。よし。最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、てめえはそんなもんだろ。なんか言ってたヘボコック。おっとっとお前ら遅れるんじゃねえぞ。うまそうだな。ちょうどいい。俺も腹が減ってたところだ。よし、行くぞ。お前らギアセカンド、ゴムゴムのジェットガザリング。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流黒上大殺巻。おお、派手に飛び上がったな。シッシッシ、相手になってやる。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。待ってろ、ディアブルジャンブビアンキュイグリルショット。ナミさん、怪我はないかい？あるサンジ君、お気遣いありがとう。問題ないわ。調子がいいぞ。力が戻ってくるのが分かるわ。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアデューの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。
く戻って飯食うぞ。飯なら後で作ってやるから、それまで我慢しとけ。あとはアディオに行って樽を借りるだけだ。何かあるわね。さて、よし。よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。よっほ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。飯だ飯。お、腕が鳴るな。さあ食え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 。任せとけ。
宴だ。にぎやかになりそうね。さてと、行くか。ブルック、なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるの、ブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっほほほほ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。お前ら遅れるんじゃねえぞ。気をつけて、サンジ君。ナミさん、俺が守ってみせるよ。俺はナミさんのためなら半分ぐらいは死んでも大丈夫。よし、行くぞ、お前ら。よっ、サード、ゴムゴムのギガントピストル。準備 OK だ。ディアブルジャンブ、プルミエール・アッシュ。肩慣らしていくか。そっちか。煉獄鬼系。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しない。クソジジイの蹴りに近づいたか。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあ、だがこの島だ。何が起こるかわからねえ。
てさて、この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわね、ブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。あ、話を聞きやがれ。え、何、あ、私の体、なんて、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。ディアブルジャンブ、ビアンキュイ、グレラショット。俺の方はいつでもいいぞ。そっち行け。一刀流、よい。シシシソンソン。まずいわね、こいつ強いわ。ミラージュ肉、肉がいっぱいだ。ディアブルジャンブ、ポアルアフレイルスペクト。情けない姿を見せちまったな。よし、行くか。煉獄鬼系。俺の方が強い、それだけだ。私の予報は百発百中、決して外さない。少し強くなったぞ。ブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック。ブルックのやつ、どこに行った。あ、いきなり食ってきやがった。どうするの、ルフィ。私たちまだ全ての力を取り戻していないわよ。やるぞ。あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。みんな、いっぺんに行くぞ。
俺の方はいつでもいいぞ。一刀流いよい。シシッソンソン。なんで私なのよ。これ食べる。悪いな。こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。これで全員揃った。よかったな、ブルック。よほほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。先手を打たせていただきます。みんな、いけるよな。よっ、今がチャンスだ。これ、食ってくれ。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。お、行くぞ。俺についてこい。やっと俺の出番か。三刀流1080ポンド砲。凍える剣、コツとご覧あれ。かすり打った吹雪蹴り。強えな。飯だ。よほほほ、助かります、ルフィさん。俺ダメだ、熱いの苦手だ。この世に治せない病気はないんだ。ありがとう、チョッパー。おう、俺の方はいつでもいいぞ。そっちか。危機急刀流アシュラ一武銀。さあ準備はよろしいですか。ソウルソリッド。
もう気は抜かねえ。そうだ。一刀流よい。し、し、そん、そん。蹴るとするか。三刀流1080ポンド砲。これで初めて戦った時のリベンジを果たせた。なんだ、こいつとやり合うのは二度目なのか。あの時はアディオに助けられたが、今回は俺たちの勝ちだ。俺は強くならなくちゃいけねえ。サイボーグフランキーの進化、とくと見やがれ。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞ、お前ら。実際、よくやってくれたぜ。例代わりになるかどうか、お前たちの俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロポロちゃん、そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その電電虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか。ははは、今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。
数百年もの間、いわれのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹をもってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が開かねえ。いつも一緒にいたポロドッカとかいう相棒はどうした？あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロドッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。つぎ込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの遺物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したら、この冒険も終わる。そうしたら、私、本当のことを話して、ルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィを、もう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを、友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でもあなたは友達を失うのが怖いのね。うん。でもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった。とにかくアディオの家に戻ろう。あ、見てください、リムさん、あちらにいますよ。おう、見た感じ元気そうじゃねえか。